今日の動画はですね、ここにあるよね、一つはこれ、京さんの鉢、これにね、このベニチゴを植える、そういった動画をね、撮るのと、こちらにある、こっちはまあ、ぼっちさんの店でね、ここへニコさんで買ってきたやつで、こちらはあの、あれですね、初めて行った、ロハスフェスタで買った、ナコリアンティークさんのね、こう、ジャンクなね、こういうやつなんですけど、この二つをね、今日はちょっとね、動画を撮ろうかなと思いますけどね。まずどうしよっか。まあ、これちょっと、京さんの鉢からいきますかね。まあ、こういう、こう焼き物なんですけどね。こう、すごい、こう見た目もそうけど、こう金属感がなんかすごいよね。うん。で、こう鉢、こう小さいからですね。これまあ、例えば A の25やけど、なんか汚れちゃうな。綺麗なやつとか。よいしょ。はいはい。ね、こんなにサイズがあるんで、ほんと小さいんですけどね。うん、小さいからこそ、ちょっとね、ここのね、ベニチゴ後で植えようかなというふうに考えてます。これはまあちょっと後でやりますけどね。で、もう一個はこちら。ナコリアンティークさん。とにかくね、この文字がいいね。なんか、こういったのも好きなのね。この文字。こんな書けんわなぁ。すごい。芸術やな、この字がね。で、とにかくね、びっくりするほど安い。これね、これが、言っていいかな ?880 円になってますからね。これなんか、値段が2個書いてんのかなって思って、こう、見たんやけど、これあれですね、多分、貼り付くから、マスキングかなんかでこれ、取れやすく、こういうふうにこう、ね、親切にしてくれてるんですよね。うん、マスキングだとこう、ここにこうつきませんからね。だからこういう風にしてる。だからこういう風にね、2層にしてるんやなぁって思ってね。ここにやっぱ気遣いやなと思います。で、これをね、この、今映ってるこの撮影スポットのね、飾りにしようかなと思って買ってきたんですよ、自分がね。まあ、ちょっとこれね、カメラ上げますけどね。こういう風にこう、上げましょう。ここに上げるんやけど、とにかく安い。これもそう。550円だって。ね。安いの。びっくりするよなぁ。こういうやつってね、なかなかね、探そうにもないしですね。なんかこういったやつはちょっとこう、まあ、こう穴が開いてるんで、なんかこう、ね、あの、釘でこう止めてもいいんですけど、まあ、とりあえずちょっとこう、置いとこうかなと。こういうね。んで、これですね。これまたここにこう引っ掛けられるんやけど、あ、これ値段、外れてますけど、これ多分ね、500円ぐらいあったと思うんですね。で、まあ、ここにこういうのがありますけど、これ100均とかのやつなんやけど、これ、こういうふうに掛けようかなと、こんな感じでね。だなんかオシャレやなと。あとこれスパーナね。うん。ジャンク&アンティークって書いてるかな。うん。で、これが、やっぱりね、同じように、こんな。で、針金でね、こう吊るせるようになってるんで、これをちょっとハサミで切ろうか。よいしょ。はい、ハサミで切って、こういうになってるんで、まあ、ここにかけるといいんやろうけど、まあ、ここはちょっと無視して、こんな感じでかけるとね、おしゃれかなと。こんな100均の、こんなんと全然違うなと。この外してもいいかなと思ってですね。うん、これに、かけてもいいかなとか思いながら、まぁ、ちょっとね、当面はこんな感じでいこうかなと思います。だからこう、安いでね、おしゃれで、で、このジャンク感っていうのがすごくこう、多肉に合うんですよね。うん、ですので、おすすめですよ。ね、こんな感じで。こう、なんかおしゃれ度が、一気にね、増す気がするんですよね。まあ、あんまり大きすぎかなと。雰囲気でこう、いろいろ変えるのもいいかなと思ってますけどね。はい。これはアジアジさんのやつやったかな。これはあの、リエル、雑貨屋リエールさんでね、買ったやつなんですけど、これかなりちょっと大きいんですけどね。はい。こういうやつがある。ということで、あとはこの京さんの鉢に、これを植えるんやけどね、ベニチゴを。どうしようか。置きましょうか。もうここで撮ろうか、ここでね。はい。ちょっと少しカメラをまた下げて。はい。で、まあ、こういう小さいやつなんでね、
ネットはなんかもともと用意してくれてましたね。はい、こういうのがあってですので、これあんまり土が入らないんで、ちょっと水持ちの良い、ああしまった、すいません、うるさくて、水持ちの良いこうね、焼き土の培養土をこう入れましょう、そこにね、うん、そこにこう入れて水持ちを良くして、肥料もちょっと入れとくかな、2粒ほど入れときましょう。それに、ベニカの流材もね、うん、入れて、そしてこの後にあれを刺すので、このベニチゴをね刺していきたいなと思ってるんで、表層には、刺しやすい鹿沼をね、使おうかなと。でこの鹿沼が白っぽいというか、これやから鉢がこういうふうに黒いから、こうコントラスト的にもいいかなというふうに思います。これね置いて、すり切りいっぱいね置いときましょう。だから水やりするときにはこう底面給水がいいかなというふうに思います。でこれに土をね落ち着かせるために水をこう上げて、でこれに、いろいろね、こうカットしたものを刺していこうかなと。ちょっとね、こういうね伸びちゃってますんで、だからこれをちょっとカットして、刺していこうかなと思います。これがまた時間かかるけんな、取り置くとこの動画自体がすごく長くなりそうやから、イメージだけこう取って、あとは早送りするか何するかでやりますけどね。こんな感じでまずは刺していって、茎が結構ね伸びると格好悪いからですね、茎をやっぱ短く仕立てていった方がかっこいいと思いますね。これもちょっと長いけどね、さっと。これはベニチゴはこんなにこう華奢なのに、葉差しも結構ね調子がいいんですよ。ここにこうありますけどね、こういう風に葉を置いていたら、わかります？ここに出てるでしょ、こんなのね出てきてるんですよ。まだ芽が出てきてないのもありますけどね、うん、こういうやつとか、ちぎれた、こんな風に土を、ね、持ってくるでしょ、根付いてて。これとかもちょっと見にくいかな、うん、これとかも実際あとね根が出るだけになってるんですよ。だからこういったのも隙間にここに置いていけばですね、うん、どんどんこう賑やかに、ね、これなっていくので、うん、まずはこういろいろ刺していってね、これを刺していって、スペーススペースに、こういう葉差しの分ね、そちらの方を、置いていきたいと思います。ちょっと長くなるんでね、こんな感じでやりますよ、ちょっとここだけお見せして、ちょっと最後もね、また上がりだけをちょっとお見せするようにします。一旦止めます。はい、キヨさんの鉢にね、ベニチゴを、刺し木して、葉差しをね置いてみるとこんな感じ。まだまだねパッと見こう貧相な感じでしょ、これどうかなという感じにね、思われるかと思いますけど、これ多分ね、葉差しもね、かなりこれ出やすいやつなんで、ちょっとねいい感じになるんじゃないかなと思います。今はこんなんですけどね、はい、
そういうふうになるんじゃないかなと自分自身はね思ってますんで、まあ、これをまたねしっかり成長させて、やっぱりいいふうになったなと思われるようにね、育成をねしていきたいと思いますんで、そうなったらね、まあ、またそうなるように、やって、でまたね、この YouTube 動画とかでね紹介できればいいなというふうに考えてます。はい、ということで、今日はね、この清佐の鉢にこのベニチゴをね、刺し木したり、葉刺ししたり、それと、ここでありますように、ナコリアンティークさんのこのジャンクだね、こういった小物、それの紹介をさせていただきました。はい、おすすめですよこれね、おすすめです。はい、皆さんもね機会があったら、まあ、京さんの鉢ともどもですね、お迎えしてはいかがでしょうか。ということで、今日のね動画終わりたいと思います。チャンネル登録等していただけるとありがたいので、皆さんよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。